音楽を聴いている二人の青年青年期とは、人生における子供と大人の境界線を微視的に拡大、表現した言葉。当然、個体差、世代差、年代差が存在し主観に左右される概念であるため、定義付けは不可能で数多の言説がある。ここでは、その一部を表記する。なお、学術的には、 発達心理学が1000人分野と思われるが、そこでも諸説により異なる。エリクエイチ・エリクソンの発達段階論によれば、およそ13歳から20歳頃あたりまでの時期にあたる。性的成熟に伴う急激な身体的変化が現れ、心理的には内省的傾向、自我意識の高まりが見られる時期。不安、苛立ち、反抗など精神の動揺が著しい。 思春期と呼ばれる前半では身体的、性的に成熟し、後半では自我意識、社会的意識が発達する。ルソーはこれを第二の誕生と呼び、ホールは疾風怒涛の時代、レヴィンは境界人と呼んだ。未だ成熟していないが、肉体的にも精神的にも活動的であるという青年の特性が生む文化を青年文化、若者文化と称する。 おおむね、禁止眼、胆僚、刹那、無責任、などと上の世代に評されるが、彼らもかつては、青年期であったことは、間違いない。米国においては、青年期における、違法薬物の使用が増加している。アルコール以外に加えて、大麻は最も青年期に乱用されがちである。米国国立薬物乱用研究所は、2007から2011年の、 間の対麻使用率は、8学年では5.7%から7.2%、10学年では14.2%から17.6%、12学年では18.8%から22.6%まで増加しているという。加えて、MDMA が増加傾向にあり、2010から2011年の間に高校上級生において、 1.4から2.3%に増加した。青年期における薬物乱用の増加には、処方薬の入手のしやすさが背景にある。これには、注意血管、多動性障害の診断数の増加、バイコディニアアデラールの娯楽使用があり、高校上級生の15.2%は、前年に処方薬乱用の経験があると申告している。10代のアルコール使用は、 現在では常に低いものであった。調査では、前月に少なくとも1回飲酒したと申告したのは、8学年では4.4%、10学年では13.7%、12学年では25%であった。さらに加えて、タバコは、米国の中高生の間ではもはや一般的では、なくなっている。現在のデータでは、10代の青年はタバコよりも、 マリファナを喫煙していると示されており、最近の調査ではマリファナが15.2%、タバコが11.7%であった。ありがとうございます。